だから、彼女を取り除く方法についての2位のアイデア？私は途方に暮れています。彼女は予測不可能だ。そして明らかに不安定。彼女は他の女の子と私を見た時にサイコモードに入るようなものです。私はアイデアを持っている。赤い本で彼女を封印しよう。それは少し多くではありませんか？そんなはずはありません。彼女は怒りの問題を抱えた暴力的なサイクロプスだ。私たちは同じ女の子について話していません。私たちは？彼女の権利。しかし、私たちはまだすぐに彼女を封印することができます？すみません。ストーカーに対処する方法がわからない。人間の奇妙な品種。あなたはあなたに当たるすべての女の子にイエスと言いますか？私はただ、ノーと言って、誰の気持ちを傷つけたくない。あなたはあまりにも素敵な男フリントです。私の子供に固執します。私はあなたに世界を矯正する方法を教えます。私は、それが奇妙だと思うけど。彼女は私をデートに誘おうとしていない、唯一の女の子です。誰が、その、サイクロプスの女の子の頭の中で、何が起こっているか知っています。え？何をしていますか？何もない。心配するな。変人。夏子のお母さん花子が私にくれたものをチェックしてください。かなりクールな？クールが私が使う単語であるかどうかわからない。私が今まで見た中で最も不気味なものの一つ。まあ、私が今まで見た中で2番目に不気味なもの。私は良い気分なので、私はその一つのスライドをさせてあげる。前にこのようなおもちゃを見たことがない。なぜあなたとフリントは奇妙なオブジェクトを持ち込む必要がありますか？それは君たち二人との奇妙なパターンだ。ほら、どうしてこのことがどれほどクールであるかを否定できますか？花子がこのリクエストを送ったようだ。何？ほら、どうしてこのことがどれほどクールであるかを否定できますか？彼女は夏子の誕生日のプレゼントとしてそれを手に入れた。どうやら売り手はおもちゃは危険だと言った。いつものように私はあなたがフリントについて何を話しているのかわからない。最後にこれには何の問題もありません。さてこれを取得します。次の夜、奇妙な、燃えるような匂いがありました。花子は、彼女の焦げ付きとバラバラの体と一緒に、炎の中で夏子の部屋を見つけました。そして、彼女のベッドに座っている、あのウサギだけ。お二人は何をしていますか？
いいえ、それを見ていない。君たち二人のナックルヘッドが間違っていたようだ。え？何？